村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、三重の方から 2,3 時間もかけて、レコーディングに来てくれました奥爺さんのインストギターを少しメイクしていく様子をですね、順番にいろんなプラグインを挿しながら、聞いていただこうと思います。これは別に完成品ではなくてですね、ちょっと大げさに分かりやすくですね、作ってるというような、そんな感じの音作りです。どうか聞いてみてください。じゃあまずドライの音から。はい、今日はギブソンを持ってきてくれました。まず一個一個挿していきたいと思います。まずはですね、ブルーキャットリギターというね、マイクのモデルを入れ替えたりできるようなツールです。挿します。ちょっといろいろ変えてみますね。はい、このピエロヘッドが一番、僕は今気に入ってますので、これを使いました。ちょっとブライトを上げます。はい、ちょっとボディの影響を少し抑えました。次は、スマート EQ です。自動の AI EQ ですね。次はトーンスポットという、これも最近導入した、ギター専用の、エフェクターですね。はい、ちょっと派手めな音になりました。じゃあ次もですね、全体の仕上げをしていくために、人工知能 EQ のガルホスを入れて、微調整してみたいと思います。はい、案外明快な色が出ましたね。まずは戻してみます。はい、ここから作っていきます。
ちょっと一回ブライトを上げるとどうなるか聞いていただきます。はい、また落としてみます。はい、ちょっとモコッとしちゃいましたね。はい、そして、もう少し低音を上げてパンチをつけます。はい、そしていつも使っている、マスタリングのソフトをかまします。はい、ラストに、リバーブを入れてみたいと思います。案外、リバーブで色がつきます。一回じゃあ全バイパスしてみます。はい、また入れます。ちょっと強いピッキングのところがですね、少し耳につきますけれども、まあ、こうやってですね、どん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 仕上げていくというそんな感じです。今日はギターの音を変化させる、そういう感じで、聞いていただきました。村長でした。ありがとうございます。